西口横須賀中央駅は神奈川県横須賀市若松町2丁目にある京浜急行電鉄本線の駅。京急の関係者や横須賀市民の間では中央とも呼ばれている。駅番号は KK59。横須賀市の中心駅であり、当駅周辺は中核市である横須賀市の中心市街地が広がっている。ホーム築定場にあり、 相対式ホーム2面2線を有する。改札口は、ペデストリアンデッキに面した東口と横須賀、モアーズ式に隣接市上部にある西口との2カ所があり、駅の東寄りに位置している。各ホームとコンコースの間を連絡するエレベーター、エスカレーターが設置されている。ホームは大きく湾曲している。2008年12月18日から、横須賀を舞台にした山口桃江の楽曲。 横須賀ストーリーをアレンジしたものを接近メロディとして使用している。メロディはスイッチの制作で、編曲は塩塚博が手掛けた。なお、接近メロディ導入に合わせて、通過列車接近時の警告音の音程が変更されている。2019年度の1日平均乗降人員は68,092人である。京急線全72駅中7位で、 横須賀市内の駅では最多の乗降人員である。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は下記の通り。駅周辺は横須賀市は元より三浦半島地域の商業、神奈川県の合同庁舎があるなど行政などの中心地であり、横須賀市の中心駅、代表駅として機能している。駅周辺を表す地域名として中央あるいは 横須賀中央という故障が用いられる。駅の北東側は、埋め立て地を中心とした平地で、商業地が広がるが、南西側は高台であり、三崎街道沿いと周辺に、看板建築が残る上町、銀座、中里、池の旗などの古い商店街がある他は、住宅地や公園が造成されている。横須賀中央は、旧大日本帝国海軍横須賀鎮守府の、 門前町として誕生し発展。戦後は、京浜地区の急速な発展に伴い、横須賀市でも町並みが大きく変貌したが、自衛隊や在日米軍が駐屯敷地や関連施設が市内各地に所在するために、現在も軍都としての一面がある。駅周辺には、隠し小売り店や飲食店がのきを連ねる。 中でも三崎街道の横須賀中央駅前から国道16号と合流する交差点までは中央大通りと呼ばれるメインストリートであり市内唯一の百貨店となった西貨や持ちい。また横須賀中央駅と塩入駅の間にあるドブイタ通りはアメリカ軍基地の通用門周辺ということもあってアメリカ文化に影響を受けた独特の繁華街である。駅の西側の米が 浜地域には昭和の面影を残す飲食店が連なる歓楽街となっている。横須賀中央駅近辺も多くの地方都市同様に活力の低下に悩まされる。国道16号が通る小川町や日の出町付近は行政施設や銀行、各企業の事務所が集まる。またマンションなど集合住宅や小中学校も所在する。北側の稲岡町は学校施設が集まる。 文京地区である。横須賀都築駅は、他に JR 横須賀線横須賀駅があるが、当駅から徒歩で約20分程度とかなり離れている。塩入駅、または、泉駅からであれば、徒歩で約7、8分程度である。ただし、当駅も塩入駅、泉駅も横須賀線の乗り換え駅に指定されていない。京浜急行バスにより、 市内各地や三浦市方面への路線バスが発着する。運転本数や乗降客数も多いが、付近にバスターミナルを作る用地がないため、駅前を通る三崎街道沿いにバス停が点々と並んでいる。発着路線についての詳細は、京浜急行バス絹笠営業所、京浜急行バス三崎営業所、京浜急行バス堀内営業所を参照。タクシー乗り場は、 主に Y デッキの周りに所在して、行き先によって乗車口が分けられている。ありがとうございます。